エイリアン4位は1997年のアメリカ合衆国の映画。監督はジャンピエール・ジュネ。日本での公開は1998年4月25日。20世紀最後のエイリアンシリーズでもある。シリーズの4作目。現代のリザレクションは復活、蘇りを意味しており、前作エイリアン3のラストで自決したはずのリプリーとエイリアンの復活。 完結したと思われたシリーズの復活の両方を表している。今作は監督にデリカテッセンなどで知られるフランスの映画監督ジャンピエール・ジュンレが起用された。今作のリップリーはクローン再生されたものという設定であり、前作までとは全く異なるキャラクターとしても描かれている。前作が評価上で低迷したことにより、続投に難色を示していた。 リプリー役のシガニー・ウィーバーもこの新リプリーの設定を気に入って出演を許諾したという経緯がある。また、今作ではシリーズ初のフル CG によるエイリアンが登場している。また、前々作エイリアン2では水面でのシーンが登場するが、今作では水中シーンが登場し、スタントマンは使わず、ウィーバーら自身が水中撮影をこなしている。同シーンは ジョーズなどオーソドックスな水中パニック映画に通じ、今度のエイリアンは泳ぐといった宣伝もされていた。過去3作では、エイリアンによる殺戮シーンは場面が切り替わるなどの手法を用いていたために、詳細には描かれなかったが、今作ではエイリアンによる人体破壊シーンや増物露出シーンが大量に描かれ、シリーズ中最もゴア描写が多い作品となっている。 前作の舞台であるフューリーの宇宙刑務所において、主人公リプリーは、エイリアイクイーンを体内に宿したまま陽光炉に身を、当時、長きにわたるエイリアンとの戦いに幕を下ろした。舞台はそれから200年後、フューリーの宇宙刑務所に残されていた、リプリーの血液をもとに、軍の実験宇宙船、オーリガで、科学者らの手によりクローン隊、リプリー8号として再生される。 その目的は、リプリー8号の体内に寄生するエイリアイクイーンの敵質であり、エイリアンを繁殖させて軍事兵器として利用することであった。リプリー8号の存在はあくまでも副産物に過ぎなかったが、クローン化の過程で彼女の遺伝子はエイリアンのそれと融合しており、科学者らにとって興味深い実験材料であった。 そんな人間たちの意図をあざけ笑うかのように、復活した無数のエイリアンは、仲間のエイリアンを殺してその体液の酸で床を溶かすという巧妙な手口で逃亡し、研究者や軍人たちを次々と虐殺していく。リプリー8号は、本能的にエイリアンを敵とみなし、エイリアンを植え付ける苗床である生きた人間を輸送してきた宇宙貨物船、ベティのクルーと共に、 オーリガからの脱出を試みる。その脱出の最中、リプリー8号は進化の末に子宮を得たエイリアンクイーンから人間とエイリアンのハイブリッド生物、ニューボーンが誕生するのを目撃する。ニューボーンは海の母であるクイーンを殺害し、自分と同じ人間とエイリアンの遺伝子を合わせ持つリプリーを母親と思い込む。自分は人間なのか怪物なのか、 その答えを出しかねていたリップリー8号は仲間を救うためにニューボーンへ立ち向かう。20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンの吹き替えの帝王シリーズ第17弾として、ブルーレイディスク、エイリアン4日本語吹き替え完全版2枚組、コレクターズブルーレイボックスが2019年4月26日に発売された。吹き替えの帝王版、通常版の BD2 枚組で、 吹き替えの帝王版の劇場公開版本編に、上記のソフト版とフジテレビ版の2種類の吹き替え版が収録される。特典として、フジテレビ版吹き替え台本とフジテレビ版デコールを演じた高野玲のインタビュー集が付属している。監督のジュネと共に、短編やデリカテッセン、ロストチルドレンを監督したマルク・キャロは、本作でも共同で作業に当たるはずだったが、 ハリウッドを嫌い数枚のデザイン画を残し、フランスに帰国している。ジュネ自身は DVD の特典映像において、キャロにはロスの日差しが合わなかったんだと述べている。二人は、その後共に仕事をしていないが、ロストチルドレンや本作の特撮監督を務めたピトフの初監督作、ビドックで、キャロが美術監督を務めるなどの接点がある。ハリウッドで映画を撮るにあたり、 フランスでの経験しかなかったジュネと撮影監督のダリウス・コンディはその年のヒット映画を見てアクションシーンのカット数を数えるなどの研究を行った。リプリー役のシュガニー・ウィーバーは当初出演しない意向であったが本作のリプリーが過去作とは似て非なる別個体のクローンであるという設定に納得し許諾した。作中でクローン・リプリーの驚異的な運動能力を示す。 場面として、後ろ向きのままバスケットボールの超ロングシュートを決めるシーンがあるが、これは CG や特撮ではなく、ウィーバー自身が多くのリハーサルの末に NG なしの1テイクで決めた本物のシュートである。その際、ジョナー役のパールマンと現場のスタッフが思わず拍手喝采をし、現場の空気がヒートアップしてしまったため、 ジュネは、編集でそれを隠すのが大変だったと語っている。当初、オーリガのデザインは、復活のテーマにかけた十字架を模したものだったが、ジュネがこれを気に入らず間際になって、工業的なデザインの戦艦に変更された。今作では、長年のリプリーの宿敵であり、エイリアンを利用しようとする存在である、ウェーランド・ユタニ社は、数十年前に経営破綻し買収されているため、 存在しない。そのため、本作では、軍と研究者たちが、ウェイランドユタニッシャの代わりを果たしている。宇宙貨物船、ベティは実際は、宇宙海賊で、他の宇宙船を襲撃しては冷凍睡眠中のクルーを、拉致して、レン博士に売り飛ばしていた。クルーは一作目のノストロモ号のクルーたちを意識した、個性的なキャラクター設定がなされている。今作の世界では、 通貨は電子マネーが主流で、現金は高精度上価値のある存在として残ってはいるものの、目にするのも珍しい希少品と化している。しかし、エルジンはベレス将軍との取引において、戦術の冷凍睡眠中のクルーを引き渡した報酬として現金を受け取っているが、これは現金のやり取りはデータには残らないという理由からである。また今作ではシリーズ中初めてリップリーが、 地球に降下している。この時代の地球は荒廃して人類の多くは去っていることが示唆されており、作中でジョナーに吐きだめあんなところに行くくらいならここの方がマシと言わしめている。完全版ではオープニングエンディングが違っている。劇場公開版のオープニングはリプリークローンの失敗作の奇怪な姿がクローズアップで次々と映し出されるものだったが完全版では エイリアンと見まがう昆虫の顔のアップからそれを押しつぶす兵士の指、そこからカメラを引いて、兵士のいるジューザーからオーリガ号の前景までがワンカットで映し出されている。劇場公開版のエンディングは、ベティからコールがリプリーと共に地球を見下ろしながら、これからどうするのとの問いかけ、リプリーが、わからない、地球は初めてだものと返してエンドロールとなるが、完全版では、 丘の上で、コールがリプリーと共に荒れ果てたパリを見つめながら、リプリーが軍に追われることを心配していると告げ、これからどうするのと問いかける。それに対して、リプリーが、わからない、地球は初めてだものと返して、エンドロールというものである。ありがとうございます。